癖になりそうだぜ。嫁に来ないか。こんにちは、ノーキング業界のニール・マッケンジー田中です。今日こちら、ですね、私これからですね、ちょっと愛車のレースにやってまいりました。スーパーバイク第6戦松代ですね。ですね、これから私が出場するスーパーバイクの選手権はですね、ダリル・ビーティやワイン・ガードナーもびっくりですよ。もう彼らでもなかなかこう乗りこなせないですね、スーパーバイク2サイクルからうっと4サイクルになってるんです。はい、新しいレースはなんと一輪なんです。一輪のスーパーバイク見てください。やまびこの見てください、このカラーね。もうカジバもびっくりですね。この MKS1000R R ってのがいいじゃないですかね。 NSR VFR MKS1000R です。これがですね、もう2サイクルの時代から4サイクルになったということで、このこれに乗ってみたいと思います。お、なかなかのいい高トルクですよ。さてどこから攻めていく、ライン取り、よし、ちょっと若干ビビってます。ここのラインをちょっと進んでいきましょう。なかなかいいライン取りでしょう。はい、さあここで第1コーナーのコーナリング、コーナリングをよ一回こうして、フォーサイクルだからトルクがあるんでかなり向かってても進みます。ほらおたまじゃくしちゃんごめんね。お、このベタベタの田んぼ今よしいいぞ。ゴール、とりあえず一周終わりました。ですね、バックはないんですよ。で無段階変速ですね、アクセルに連動した一速です。正直言うと抜かってます。抜かってる中でほら結構まっすぐね、言ったでしょ。実は言うとヘルメットは本当はいりません。これね、そんなに重たくないです。30キロ、32キロだったかな。2サイクルのタイプだったらもうちょっと軽いんですけど、よし OK、 ちょっと後ろ乗りがいいと思います。後ろ乗り、前乗りよりも後ろ乗りですね。
フロントをこじらない、これ重要ですね、やっぱりね、基本。はあ、いいね。あれ？これなんだろう。旋回用スロットルってあるね、これね。なんで2つあるんだろう。あー、これは速い、これは遅いスロットルです。これゆっくり、こういう時、こういう時、こうやって回転する時、ほら見ました、こちらでゆっくりスタートしながらこっちでつなぐ。あ、楽です、これだと。はい、あ、これは楽だ。はい、ここです。この状態の時に大変に、ターンが大変です。だけど前に進みながらターンしたい時に、これだとパワーがありすぎるんですね。で、この旋回用スロットルを使うと誰でもドリフトターンができるんです。スライドしながら、ほら、ね、だからイメージで言うと左旋回の方が楽です。左旋回で考えてください。田んぼは右旋回より左旋回の方がいいです。ちなみに稲と稲の間は30センチしかありません。しかしこの30センチのラインを見事ミリ単位で滑っていく。仮に根っこを傷つけたとしても、逆にその傷からパワーアップするんですよ、稲は。バイク乗ってた人は絶対このスロットルがいいよね。やっぱりこういった山の田んぼの恵みは水ですよね。綺麗な溝が切れたんですけども、ちょっとよく見てもらいたいんですけど、この稲ちょっとでかくないですか。でかいんです。でかいっていうか太くないですか、妙にね。まだ6月ですよ。この6月の田植え1ヶ月の時点でこれだけ太くなってるのはなぜなんでしょう。そうです、これが粗食植えって言うんですね。今伊関さんでやってる30センチ30センチ、よーく見てください。正方形なんです。そしてこれ今これ携帯電話のこれですね、これ12センチあるんですけど、これまあここで10センチです。10、20、30、10、20、30、30センチずつ植えてます。通常はだいたい60株から70株で起きるんで、ここに稲がまだいるはずなんですね。それを抜くことによってこの日光が360度入る、風も360度入る、そして今の水を切った水もラインで入る。ですから一気に伸びるわけです。たった1ヶ月でこれだけ分裂してます。はじめ2、3本だった稲が、見てください、もうここら辺なんかね、もう稲刈りしてもいいぐらいな太さです。弥生時代、卑弥呼の時代に植えてた方式はこの一尺ずつ上ね、30センチ30センチなんです。太古の時代の植え方と全く同じですから、野生の状態で非常に強いです。この後虫が来ても病気にもなりにくいね。水の管理さえしっかりして、雑草さえ、いや、むしろ雑草にも勝てる。雑草のスピードよりも彼らの成長スピードが速いですね。皆さん覚えてください、粗食植えです。もうこれは今の田植え機だったら伊関さんのすべてできるようになってます。常用タイプでしたらぜひともそちら PQZ シリーズもお考えてください。あ、これ面白いわね。いや本当にね、使いやすいこれね。 MKS1000R 山ビコですね。今回はあなたが一流の一輪ライダーになってください。水田ライダー山ビコね。お値段は一流な価格よりは一つ下げましょう。はい、プレゼントもついてきた。あ、これジョンディアのキャップとかどうですか。そしてこの松代といえばシックススプリングワッシャーですね。
まあ六門線では買えませんが、そのぐらいのお釣りは出しますよ。0120-413-883、よいみパパさんにお電話です。皆さんもこれから WGP のライダーです。